ゆり子、新しいお母さんになる人だ。はじめまして。そっか。伝えるべき大切なことを言いそびれた父と、私子供ができたんです、ねえ離婚してあげて。今こそ聞きたいことを聞きそびれた娘。そんな二人に残されたのは、二人の若者と暮らしのレシピカード、母の人生が詰まった一冊のレシピでした。私49日しに来ただけだもん。49日？49日だ。大宴会だよ。飲んで騒いで、やるぞ。盛大に大宴会ぶっちゃけるぞ。いやー、子供を産まなかった女の人生なんて空白ばかりなのね。ゆりちゃんのご亭主の顔が見えないけど、決まったのか離婚。こんな男と結婚しちまって。迷ったら川に来るといいよ、答えが見つかるから。迷う気持ちを水に流して前に進ませてくれるのよ。今更かもしれません、でも母の人生が知りたいんです。母の残したレシピに導かれ、人生はまた動き出す。これがお母さんの人生。いつか